初めてスパチャを送らせてもらうのですが僕は弁護士になりたくて伊藤塾で予備試験合格そして司法試験合格を目指し頑張っているところです、えー、大学に通いながら実習室に引きこもりながら日々頑張っているので司法試験合格者として尊敬している河野さんに応援してもらいたいですそして勉強に少し甘えてしまった時のためにこれからも勉強に全力投資できるようかつも入れてほしいですそうはいもうほんとね司法予備試験に向けて、まあ、その努力をしているということであの努力しているあなたはかっこいいです もうそのまま、ね、突き進んでほしいんですけど司法予備試験ねめちゃくちゃ難しいです正直僕がこれまで受けてきた資格試験の中で一番難しかったと言っても過言ではないのかなっていうふうに思いますね分量も多いしまああのなんて言うんだろうな、まあ、かなりその勉強量が必要なわけじゃないですか量が膨大記憶も必要理解も必要で しかも戦う相手もめちゃくちゃ強いですよ。あの司法予備試験って要は司法試験の飛び級みたいなことなので相手は東大生だったりね高学歴な人がもうたくさんいます、はい。そういった人たちを全員ね倒していかなきゃいけない。だって合格率3%ぐらいだからあの30人いたらね1クラス30人の中のトップにならなきゃいけないのでまあ厳しい戦いですよ。なので ね、甘えてしまったら負けますぜひ、あのー、甘えずに、まあ、甘えたら負けるんだっていう緊張感を持ちながら最後まで全力で走り抜けてほしいなというふうに思いますそんな、ね、難関資格に向けて頑張られてるねあの裕太さんはめちゃくちゃかっこいいですこれからも応援してますはい